本日のウェビナーの内容はですね、主にイギリスの教育システム、あるいは IGCSE と、まあ、その後の、進路について、詳しくお話ができればと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、トッププロ講習の、をさせていただいている真下大志と申します。よろしくお願いします。自分はですね、イギリスの教育システムしか教え受けたことがないです。日本生まれで、8ヶ月後に、父親の仕事の関係でイギリスに旅立って、そこから小中高大大学院まで、イギリスの教育を受けてきたので、多分皆さんは、IGCSE とかインカーに通って GCSE を受けているかと思うのですが、私はもう本当にイギリスの学校の生徒として、普通の GCSE とそのまま、A レベルに進んで、そのまま A レベルを使って大学に出願したっていうような、道を歩んでいます。で、現在、主に指導している、科目としては、イギリスの現地校で、経験したことを、主に強みとしていますので、インターだったり現地校のサポートが、まあ、主に IGCSE のマスクサイエンスとか、A レベルだったり、あとこの会社に入ってからは、A レベル以外の IB とかにも、手をつけていたりしてます。今回見ている方々は、まあ、そもそもブリティッシュスクールとか、イギリスの学校に通っているかもしれないですし、あとまあインターに通っている方が多いかと思うので、なんかどういう流れなのか、ある程度は分かっている方も、いるかと思うのですが、本当にまだ、小学生だったり、これから GCSE 検討しているっていうがいれば、まあ、イギリスから発祥した GCSE システムがまあどういうものなのかっていうのを、このピラミッドを使って説明していきたいと思います。イギリスの義務教育はですね、5歳から、開始されて、そこから、まあ、昔は16歳まで、が義務教育だったんですが、改定があって18歳までが義務教育として、されています。で、基本的にはこの段階に分けられて、このキーステージっていうものに分けられています。もちろん学年とかで、イヤー1、2、3、4から、イヤー11だったり、その後の12、13とかも学年で分かれているんですけど、基本的にこのキーステージっていうもので、学ぶレベルが変わってきます。はい、なので、最初入る段階では、小学生がキーステージ1と2を、表していて、その後のセカンダリーエデュケーションっていうものがですね、イヤー7から始まって、そこがキーステージ3っていうものになります。キーステージ3を主に3年間やって、キーステージ4でイヤー10-11、この4の段階でいわゆる、IGCSE とか、GCSEを学び始めます。で、16歳児なので、まあ、2年間 GCSE の内容を学んで、最終試験を受けるので、16歳時点では、一応イギリスの中では、義務教育、中等教育の、課程を、完了しましたよっていうような、証明書に、なります。その後がセカンダリーエデュケーションの後が、ファーザーエデュケーションになりまして、その後は、まあ、必要な教育は受けてきたので、じゃあその後、さらに学んでいくってなったら、例えば大学とかでもっと専門的に学ぶってなったら、それこそ A レベルとか IB とか、この6フォームとかカレッジにまた入り直して、またさらに2年間、2、3年間、勉強して、その成績を使って、これもあくまで資格にはなりますので、それを使って大学に点数を提出して志願するっていうような、フォーマットになります。この後にもちょっとずつ説明していくのですが、この図を見てみると、まあ、矢印で書いてあるように、スペシャライゼーションって書いてあって、ピラミッド状になっていくので、これが 何を表しているかと言いますと、イギリスの教育課程はですね、どんどん専門的に、学んでいくことになってい
きます。あのよく A レベルを調べた方たちは、なんか A レベルの科目数が少ない、あの勉強する科目数が少ないという、ことをご存知かもしれないんですけど、科目数少なくしている理由としては、大学で何を学びたいかっていうのを、もうはっきりある程度決めておいて、じゃあそれに向けてどのような道を、どのような科目を取って、勉強していくのかっていう、システムになっています。なので、まあ、理系であれば理系の科目をどん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 専門的に学んでいったり、あの経済とか、ビジネスとかであれば、数学を取りながら、他の文系科目を、ちょっとずつ取っていって、まあ、それこそ理系の科目をどんどんどん捨ててっていくというような、考え方になります。 GCSE とその IGCSE の違いで、何なのか、このちっちゃい I は、何なのかと言いますと、インターナショナルの略では、あります。で、資格としては別のものにはなるのですが、そもそも IGCSE が作られた理由としては、イギリスの、政府がこの GCSE という、資格をもっと世界的に、広めたいという考えがあったので、それになんか工夫して作っただけなので、ここに書いてあるように、Equivalent Qualifications として、認められています。なので、GCSE 取ったからといって、IGCC 取ったからといって、なんか不利とか、なんか有利があるっていうわけでは、特にないです。GCSE は基本的には自分みたいにイギリスの学生しか、受けられないものでして、海外のインターナショナルスクールとか、あとは結構私立とか、イギリス国内でも私立とかの、生徒さんであれば IGCSE の、科目の試験を受けます。どれを受けるかに関しては本当に学校が決めますね、あの科目によって。例えば自分の学校であれば、もちろんイギリスの現地校でしたので、基本的には GCSE だったんですけど、なんかサイエンスの科目だけが、シラバスが IGCSE の方がなんか魅力的だったらしくて、その3つのバイオケミストリーフィジックスは、IGCSE を受けたっていうような感じです。実際どういう、科目を、学んでいったり、あとはその試験を受けた時の、点数とかの見方を、ちょっと詳しく説明できればと思います。どの科目が受けられるかに関しては、GCSE 自体は結構多くの科目を提供しているんですけど、学校がそれを教えられるか、そういう先生がいるかによって、どの科目を受けられるかっていうのが、基本的には、変わってきます。ただ、一応ルールとしては、コアサブジェクト、基本的には英語、数学、サイエンス、あとは、言語系とかを絶対学ばないといけなくて、他はオプショナルになります。選択科目として、学べます。ミニマムとしては、5つ学ばないといけないっていうものがありますので、その、学校によって、生徒によって、受ける科目数も変わってきます。自分の場合は、確か、13科目ぐらい受けた気はします。ただ、他の学校とかであれば、なんか6科目とか、7科目とか、のような感じにはなってきますので、どれぐらい、受けるかに関しては本当に学校によっています。点数に関しては、昔までは、この A スターからこの文字式の、グレーディングシステムではあったんですけど、その後にはこの9から1新しいシステムに変わって、まだこの A スター G は存在はしているんですけど、主にこっちの方が使われているかなって思います。文字版であれば、C 以上が基本的にはその科目の GCSE をパスしたっていうような認識でして、新しい方であれば、4以上が、その科目のパスになります。ただなぜこの数字に変えたかと言いますと、例えば、C
1でパスなんですけど、昔までは今の状態であれば4だったら普通のパス、5を取ってればその上半分に行ってるのでストロングパスっていうような認識で、なのでまあどっちかというと左側の評価をもっと細分化している感じですね。A スタートだとしても結構幅広く点数を占めているので、それをちょっと、もっと細かくしましょうっていう感じで8を取ったとしたら、まあ、A から A スターの間の点数、9を取ったらもう昔の A スターの本当に上位の点数なので、まあ、8取ってれば結構すごいことなんですけど、9取ってればもう本当によくできましたっていう、もう褒めるしかないです。進学するにあたって、例えば A レベルに進むにあたって、その条件も、多分学校によっては結構変わってきます。何科目を取らないといけないのか、 GCSE でとか、何科目 C 以上を取らないといけないとか、あとは A レベルの科目を取るために例えば数学を A レベルで取りたいとなった場合、 GCSE で例えば、7以上を取らないといけないとか、6以上取らないといけないとか、そういう条件に関しても学校が独自設定していますので、これっていう決まりは、特にはないんですけど、それは本当にもう学校に直接聞いてどういう、条件があるのかっていうのを詳しく聞いた方が、いいと思います。 A レベルだけではなく、インターとかであれば IGCSE から IB に進む学校が多いと思うんですけど、それも、同じ感じです。 IB の HL とかで、この科目を取りたいとなった場合には、その科目を GCSE である程度の点数を取らないといけないっていうような、条件があるかと思います。で、まあ、その主な理由としましては、何でしょう、まあ、なんか意地悪というよりかは、IB で学んでいくために最低限の学力とか知識を持っていないと IB で苦しむというような、傾向があるかなって思います。結構 IB、A レベルは、難易度難しいので、しっかり IGCSE、GCSE のレベルを、まあ、なんか点数取れるような、学力を持った状態で進んだ方が、より最後の2年間が、楽っていうか勉強はしやすくなるかなと思いますので、あとはまあ学校によって、こういう生徒だけが欲しいとか、結構ゴリゴリの進学校であれば7以上とか8以上取ってないと、この科目取らせないですよっていうのが、あり得ますので、自分の学校はそうでしたので、そんな感じで、学校によってそういう進む条件は変わっています。まあ、一つの例として、数学が一番分かりやすいかなとは、思います。内容をちょっと深く、見ていきますと、GCSE で学ぶような数学、中等教育ではありますので、まあ、代数、幾何図形とか、あとは統計とかを、全般的に、学ぶ感じです。で、学校によってはそのここですね、エクセルだったりケンブリッジ式とか、エグザムボードが変わってくると思います。そのエグザムボードを選ぶことは基本的にはできなくて、それも学校が、シラバスを見たりして、これが、いいからこれを導入しよう、これを学ばせようというような、決まりで、なっていますので、ただ、エグザムボードが変わったからといって、学ぶ内容が大きく変わるかと言われますと、そんな、変わらないです。例えばこれがエデクセルの数学マスであれば、ケンブリッジ式の同じ IGCSE のマスであれば同じ感じで、ナンバーズ、アルジブラだから方程式とか、図形と統計のような感じで大きな括りで分けられていて、その中でも、例えば三角関数とか、グラフとか座標とか、それは、エグザムボードが変わったとしても大きな変わりはないです。まあ、変わることがあるとすると、使う教科書とか、最終試験の、ペーパー形式、なんか何ペーパー受けないといけないとか、各
ペーパーごとの内容が若干変わってくるくらいです。学ぶ内容に関しては、そんな大きな違いはないです。これはあの理科はでも、文系科目はちょっと、変わってくるかなって思います。ヒストリーとかジョグラフィーとかそういうところはちょっと若干変わるかなと思うんですけど、大きな内容に関しては、基本的にはそのもうあのピラミッド上のあの2年間のレベル2の、難易度内容にはなりますので、はい、は大きな心配はないかなと思います。